こんにちは。群馬県はね、緊急事態宣言が5月14日に解除されまして、解除後初めての日曜日ということでね、安中榛名駅、北陸新幹線の安中榛名駅にやってきました。まあ、安中榛名駅はね、まあ、関東地方で、唯一の、まあ、新幹線秘境駅ということで、まあ、1日の乗車人員が約300人程度だったと思いますけれども、まあ、非常にね、まあ、普段から乗車人数、まあ、乗降人数が少ない駅なんですけれどもね、まあ、実際どのぐらい乗ってるのかなっていうことで、まあ、この安中榛名駅から高崎駅まで、北陸新幹線、まあ、一駅だけなんですけれどもね、ちょっと乗ってみたいと思います。安中榛名駅はね、まあ、列車の本数が非常に少ないので、まあ、時刻にはね、まあ、気をつけて、乗車してください。利用登録をしたスイカで乗車できるタッチで GO 新幹線を使って乗ってみたいと思います。こちらの2番ホームが上り線、東京方面の列車のホームになります。浅間614号に乗って高崎に向かいます。大宮、上野、終点東京に停まります。グランクラスは12号車、グリーン車は11号車、自由席は1号車から5号車です。なお、全車両禁煙です。まもなく2番線に浅間614号東京行きが12両編成で参ります。危険ですから安全柵の内側でお待ちください。 Your attention please. The Asama 614 for Tokyo will soon arrive at track 2. For your safety, please stand behind the yellow line.2番線には浅間614号東京行き到着です。
ご乗車ありがとうございました。また先にご乗車いたします。お出口は右側です。上新幹線東急319号新潟行きは12番線から12時31分です。さて高崎駅に着きました。まあ、安中榛名駅からね、まあ、一駅だけ、北陸新幹線に乗ったわけですけれども、まあ、私の乗った2号車は、まあ、定員がね、もともとは100名ちょうどだったんですけれども、まあ、外国人観光客とかね、大荷物を持ってくる人が多いので、2人分の席は潰して、荷物置き場になっているので、今は定員が98名なんですが、私とあともう1人のね、方、2名だけしか乗っておらず、まあ、乗車率は約 2% ということでした。まあね、まあ、予想はしてましたけれども、まあ、ここまで、まあ、乗ってる人が少ないとはね、まあ、非常に驚きましたね。改札階に降りてきました。JR 東日本のニューデイズはやってるんですけれども、この駅弁屋さんはお休みですね。こちら待合室になってますけれども、まあ、人が少ないですね。そしてこの真ん前がね、まあ、ベックスコーヒーっていう喫茶店なんですけれども、こちらはお休みですね。まあとにかく、まあ、普段の高崎駅からはちょっと想像ができないくらい人がいないですね。こちらの名品館というお土産屋さんは一応営業してるみたいですね。まあこんな感じですよね。はい、ぐんまちゃんはいますね。
まあいつまでねこんなのが続くんでしょうかね。それではね、改札を出ましたら検温コーナーっていうのがありますね。熱がある人は検温ができるということらしいですけども、まあこんな感じで非常に閑散とした北陸新幹線、乗車率 2%、まあ2号車はね、まあ、約 2% だったんですけども、まあ他の号車も多分ね同じようなもんだったんじゃないかなと思います。というわけで、北陸新幹線で、まあ、乗車率、まあ、どのぐらい乗ってるのか、まあ、検証してみたという動画を以上でね終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。